えー、はいどうも皆さんこんばんは コルデーロとロスデート。ニアショーモナ大チャンネルです。え、ということで、え、もキャンプもね、始まって4日間が、経過しましたけれども、そろそろね、2月13日とか14日ぐらいからですね、え、いよいよ、練習試合というかね、対外試合がどんどん始まっていきます、ということでですね。ま、また、今年も応援というものがね、もうこのプレ野キを通して、戻ってくるということで、ま、ちょっとね、応援についての動画も、今後ね、上げていこうかな、ということで、 まずはですね、えー、この記念すべき2024年応援についての1本目、えー、新応援歌予想ということをしていきたいと思います。 えー、昨年2023年はですね、まあ、声出し応援解禁というね、えー、記念すべきシーズンでもありましたというところで、まあ、藤原選手だったり、山口選手だったり、安田選手だったり、まあ、高部選手だったりとかもね、はい、まあ、安田選手に関しては、去年6年目だったんですけれども、まあ、6年間ずっと汗をかいて涙を流し、 くじけずに頑張ってきたところから、わっしょいわっしょいというね、えー、そういう大いかが生まれたりだとか、まあ、山口選手だったりとかもね、えー、非常に人気の高い応援歌となってまいりました。まあ、ある方が影響でね、まあ、山口っていうコールよりもなんか、吉目グーのが、 結構知れ渡ってる可能性すらあるんですけども。はい。そんな感じでね。まあ、さらにはチーム応援歌で白黒の男たちができたりだとかね。本当に、えー、昨年はいろんな新しい応援歌が出て、覚えるのも大変だったっていうね、えー。そういったシーズンだったんですけども。えー、果たして、えー、今シーズンは誰の応援歌、またはどんなチーム応援歌ができるのかっていうところをね、えー、ちょっと、えー、僕なりに予想していきたいと思います。はい。そして、その新応援歌を作詞作曲するという、えー、その作業もね、現在私進めておりますので。まあ 2月後半とかになると思いますけれどもね、えー、ちょっと動画の方を出せたらいいなというふうに思ってますので、えー、よろしくお願いいたします。さあそれでは、えー、早速でありますけれども、えー、今シーズン千葉ロッテマリーンズ親友演歌何が出るのか。えー、まずは選手の方から行きたいと思います。えー、まずですね、まあこれは確実にできるだろうと思う選手がまず一人いましてですね、えー、もう外選手です。はい。 今まで、え、ロッテで、え、スケットとして活躍してきた選手を流用するという形もね、え、ありますし、またはもうオリジナルで作られるっていうパターンもね、え、あるかなと思いますが、まずこの外選手ですね、新外国人選手に、 応援歌ないっていうことは今までロッテを通してないので、ちょっとしかいなかったっすけど、ブロッソー選手もね、あの、レアード選手の流用っていうふうにもうすぐ決まりましたから、まあ、この外国人選手はまず、えー、確実に作られるんじゃないかというところでございますね。で、これね、僕思ったんですけど、久々にオリジナルで作るんじゃないかなっていうふうに。 勝手にですけど予想してます。オリジナルで言うと、2019年のレアード選手が現在最後ですかね。はい。まあ2019年途中から入ってきたマーティン選手なんかも、ね、ホワイトセル選手の流用ですし、まあ、ポランコ選手も、えー、チャド・ハフマン流用ですし、まあ、ブロッソー選手だったりとかもね、レアード選手の流用でしたから、久しぶりにこのね、ホームラン王も十分考えられる選手に対して、オリジナルで作るんじゃないかなっていう気がしてます。まあ、一時期ちょっと言われてたのは、マーティン選手流用するんじゃないか、 かっていうねそういったのをちょっとツイッターとかで見たんですけどどんな歌詞になるのかっていうね「ねえ二人相そとラララララ」「ねえ二人相そとララララ」「<laughs> おいねえ二人相そと」 ま、いけなくはないね。うん。でもなんかね、あのー、そろそろ5年ぶりにね、え、新しい応援歌、外国人の新しい応援歌が作られるんじゃないかというね、そういった予想でございます。はい。まず確実に、どんな応援歌であれ、流用であれ、え、外選手はまず作られるということですね。まず一つ目。はい。そして二人目。ト杉選手かな うん、友杉選手が今日本人野手の中で、まあ、一番応援歌作られる可能性は高いんじゃないかなと思います。まあ、まず、まあ、昨年ね、あの、藤岡選手と、まあ、併用という形で、えー、結構な試合数ね、え、ショートの経験できましたし、まあ、今シーズンに関してはもうショートのレギュラーっていうところがね、あの、期待されてると思いますんで、やっぱり試合数積んで応援歌なしっていうのもなかなかないことだと思いますんでね。はい。ま、あ友杉選手も、まあ、日本人だったらオリジナルですよね、 やっぱね、まあ、ともすぎ選手の応援歌なんかも一つね、予想に立てられるんじゃないかというところで、そのともすぎ選手に対抗して、えー、ャタニ選手、えー、ャタニ選手の応援歌もなんかできるんじゃないかなっていうふうに、えー、個人的には感じております。まあ、このショート二人ですね。このともすぎ選手、チャタニ選手、まあ、この二人がね、あの、主にロッテのショートを守っていくと思いますんで、平洋になるのか、まあ、どちらかがレギュラー張るのかっていうところはまだ定かではないですけれども、最低限どちらかはちょっとできてほしいですね。はい。特に に友杉選手。ジャンプしたいですね。僕の勝手な想像で足の速い選手。大体ジャンプ応援ないよね。 高部選手とかはジャンプしないですけど、まあ、大木野選手、藤原選手あたりですね。足の速い選手、俊足の選手はなんか、ジャンプをしながらの応援っていうのが、なんか、想像的には頭に浮かぶんで、まあ、友杉選手ぜひ、ジャンプ応援なんかも期待できるかなと思います。その足が速いっていう観点で、ちょっともう一人ね、応援ができるんじゃないかなっていうのが、和田選手。はい。もう、ダイソーだけの俺じゃねえよ、と。 うん、しっかりもう、レギュラー狙っていくぞっていう風にね、え、和田選手も思ってると思います。はい。まあ、昨シーズンなんかもね、あの、ま、プロ初ホームランを含む、一気に3本ホームラン打ちましたから、はい、ここのパワーっていうところでも和田選手、え、身についてきてるなっていう風に思いますし、もうぜひ、外野レギュラー取ってもらって、こちらも足が速いのでぜひ、藤原選手を超えるような、 えー、ジャンプ応援、えー、していいいきたいなと思います、えー、ちなみにね、今挙げた4選手の中でもう2選手はもう僕の中の応援ができてます。まあ、昨年もね、これ藤原選手だったりとか安田選手だったりとかの応援歌作ったんですけど、まあ、その時はなんかこうなったらいいなっていう希望のね、歌詞だったりとかメロディーとかだったんですけど、今シーズンに関してはガチでありそうな ロッテの歌詞っぽいな、みたいな応援歌を作っていきますので。はい。そこのところ、投稿期待という感じで。で今ね、あの、4選手紹介しましたけれども、ね、まあ、外選手は確実。そして、友杉選手、チャタニ選手、和田選手。できる可能性が高いというか、まあ、できてほしいな、っていうところですね。はい。そして、もう一人、上田キュート。上田キュート選手も、まあ、これ、希望ですかね。 開幕一軍を掴んで、まあ、さらには、レギュラーとかになった場合はね、作られる可能性は高いんじゃないかなと思いますね。まあ、なんせ藤岡選手だったりとかもね、2年目だったっけな確か応援歌ができたのが。2018年ルーキーですから、確か2019年までに応援ができてたと思うんで、それを超える、もう上田選手はもうルーキーの時から、えー、しっかり一軍でレギュラー掴み取ってもらって、もう応援歌ができればもうバンバン歳ですね。ロッテファンなんかも。はい。上田選手のかっこいい応援歌なんかも、 え、ちょっと期待していきたいなというところでございます。そしてラストえー、新応援歌というわけでは、まあ、新応援歌っちゃ新応援歌か。あの、石川慎吾選手のセカンド応援歌。 もうこれちょっと僕期待してるところではあるんですよね。まあ、現状ね、このロッテの日本人選手の中で、その過去の OB 選手の流用してるっていうのは石川選手しか現在いないんですよ。はい、神戸選手の流用ですね。まあ,あれもね、あの非常に、えー、人気の高い応援歌でですね、まあ、信号、信号のところの一体感だったりとかでね、まあ相手選手にプレッシャーを与えるっていうところではありましてね、まあ非常に変えづらいっていうところはあるとは思うんですけれども、まあ去年はジャイアンツからトレードでね、まあ途中から 来たっていうところでまあなかなかオリジナル制作っていう風にはいかなかったとも思いますしそれによってまあ流用っていう形にねなったんですけどまあやっぱ今年からはですね、えー、千葉ロッテマリーンズにちゃんと1年間在籍するというところでありますんで多くの試合で一軍が見込まれる選手でもありますしマ、まあ、スタメンなんかでもえー十分出てくると思うんでまあ、そのあった時にやっぱ流用ではなくてね オリジナルの応援歌、まあ、セカンド応援歌っていうところも期待してもいいんじゃないかなって思うところはあります。えここまで6選手、はい、ちょっと新応援歌の方予想してきましたけれども、えまだあります。はい。ズバリ。チャンステーマ6。はい。 近年ですね、千葉ロッテマリーンズ、えー、最後にこのチャンステーマというものができたのが、2018年からのチャンステーマ5でございますね。チャンステーマ5以降、えー、まだ新しいね、チャンステーマができていないというところで、できないんかなっていうね、感じもしてるんですけれども、えー、ちょっと見てみるとね、チャンステーマの歴史っていうところで、えー、まずチャンステーマ1と2が2010年から、えー、できました。 そして、チャンステーマ3がその翌年、2011年にできました。チャンステーマ4が2013年にできました。まあ、ここまではね、まあ、1年から2年のスパンで、えー、結構早い段階でチャンステーマできてました。で、まあ、チャンステーマ1から4までで、ちょっと空いて、ここから5年空いて、チャンステーマ5ができてるんですよね。もう、去年で5年空きましたから、今年、6年ぶりに新しいチャンステーマ出てもいいんじゃないかなっていう、はい、予想です。 まあでももうこれ以上作らないんじゃないかなっていう予想で言えば、ロッテってあんまチャンステーマやらないので、まあ、やるとしてももう6回ぐらいからなのでね、まあそんなに多く作ったとしてもっていうところではあると思いますけれども、あのヒットテーマがね、7個あるんですよね。1から7まで。 まあ、台湾とかも入れると8個か。まあ、ヒットテーマがそれぐらいあるのだったら、まあ、チャンステーマもあってもいいんじゃないかなっていうふうにね、えー、個人的には思ってまして、えー、ぜひこのチャンステーマ6なんかもね、面白いんじゃないかなと思います。はい。まあ、なチャンステーマ2なんて、 一年間で二回やるかやらないかぐらいですからね。ロッテが10点以上取ってる時、さらに10点差以上ついてる時なんで、実質今チャンステーマ4つだから、もっと言っちゃうと3、4、5がほとんどなんでね。もう一個ぐらいあっても面白いんじゃないかなという思うところはありますと。えー、いう感じで、今シーズン2024年シーズンの新応援会予想でございました。まあ、予想というか願望のがね、多かったかなというふうに思いますが。このね、今挙げた6選手、外選手、友杉選手、多谷選手、 和田選手、カッコで上田急斗選手、まあ、これもカッコで石川慎吾選手のオリジナル応援歌、それからチャンステーマ6、えー、この全部で7曲ですね、えー、現在作成中でございますので、えー、2月末、えー、この応援歌全部作詞・作曲して出したいなというふうに思います。それでは、モイン